ダイヤモンドフォーエバーのハッピーフォーエバーチャンネルキラン、はい、よろしくお願いいたします。小山由紀沙です。ちかです。ちえこです。はい、ということで今回は何やら専門的な道具がね、はい、たくさん並んでますけれども、今回はあの宝石コネタ集。お、お、コネタ集待ってました。どっかで聞いたことあるタイトルですけど宝石屋さんみたいでしょ、うん、ようやくかそうなんです。リングとネックレスに関しての、はい、へーってっていう、あの、へーって言って、そうそうそう、ラップを刻んでみたんですけどね、あの、へーっていうね、あの、ネタをちょっと、ラップですよ。まずまあネックレスからなんですけど、うん、あ、これ、じゃあ、はい、私今日ちょっと手元を、そうですね、撮影させてもらいますね。はい、ネックレスのこう、止めるところのですね、引っ掛けるところばっかりになって、はいはい、の横に3センチか4センチの横にこんな丸い輪っかがあるんですね。あ、うん、ほんまやね、これ何やろうと思ってたんです。そうでしょう、うん、これはあの別に覗き穴でも何でもなくてですねアジャスター感といいまして、はい、ここはですねネックレスを短くするための感なんですね。うんふんふんふん、お、なんか外国人みたいなファミーソーソーラーやったな全然違うけどね。違うかったね。こっちやったらこう思ったからな。ネックレスの引き輪のこの3センチ横にあるですね、はい、アジャスター感なんですけれども、はい、これを、この引き輪を一回取りまして、はい、でこのアジャスター感に入れることによって、はい、ネックレス自体が短くなるので長さ調節が2段階できるという。じゃあどんだけ長さ変わるか一回試してみましょうか。はいはい、あ、そうですね、地下大先生の、はいはい、黒着てるからな今日そのために私は来たよ見たみたいな、うんうん、そんなも主張するようになりましたこの、まあ、ネックレスもその先にですね、あの説明としてこうよくねチェーンがこうねじってる人いらっしゃるんですよ、はいはい、そのねじってるのがですね、あのやっぱチェーンが綺麗じゃないですし切れる原因にもなりかねないので、はい、こうまっすぐにしてね持ってこう一回ピュッてしてほしいんです。ねじれを直す、そう、そしたらチェーンも綺麗になりますので、はい、これが付け方の一つのポイントで、うん、これが通常の長い方の長さですね。はい、はい、切れます、うん、OK、でこれで3センチ短くします。はい、アジャスター入れますね、うん、こんだけこう上に上がると言いますか、まあ、T シャツやと状態が分かりますよ ね、うんうんうん、肌の上やったらね、はい、こんな感じでございます。なるほど、ね、着るものに合わせて長さ調節してもらったらいいですよね、はい、夏場は短くして、はい、そうです。指輪があります。はい、これ歪んでるの分かります？まん丸じゃない、はい、まん丸じゃないですよね、うん、これをですねこの道具を使ってですね、はい、丸めていきます。おお、はい、あ、ゆきちゃんがそんなことできるの？そうです、僕じゃなくてもできるぐらい簡単なんですけど、へー、はい、まあ、でも道具がなかったらできないですよね。道具がね、はい、うんうんうん、ここにこう入れましてですね、でこここう隙間がほらあるのが分かりますよね。隙間、あー、なるほど、はい、はい、でこれをですね輪っかに深淵にしていくんですけど、これでトン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 、うーん、まあ職人さんにもよるんですけども、はい、こう上から叩く人もいれば、はい、ここでこう多少こう叩く人もいるんですね、はい、そしたらこう表面に、まあ、あのこれ 木槌なんですけれども、はい、あのこう木槌のこう跡が残るっていう気にされる方もいらっしゃるので、あとでもう一回まあ磨きとかも本当は必要なんですけど、あ、そかそか、この叩き方よりもこっちの方が表面ではないので、うんうん、うん、あ、やっぱりちょっと木槌の跡がゼロではないですね。ゼロではない、はい、うん、そうですよね、これで整えられるってことは、はい、よし、これで大体いきましたので、へー、丸くなってると思います。これがあのこのぐらいの歪みでしたらうちでもお店ですぐできますので、うんうん、本当は職人さんのところに出してもうちょっと磨き出したらもっと綺麗ですけれども、うーん、まあその指でねはめてて違和感あったら、はい、ちょっとこうやって調整したらできます。気持ちよくはめられる、は
そして次、はい、第3弾、はい、はい、あの例えばこれ指輪が取れないとあるね、ありますでしょう、はい、で消防署にあの駆け込む方もいらっしゃるし、はい、でうちにも来てくださる方いらっしゃるんですけども、あ、そうなんですか。そうなんです。昔は道具がない時はですね、あのこう糸をここにくるくる巻きつけてとか、そうそう、やったやった、そうやったでしょ、あと泡つけてとか、そうそうそう、あのハンドクリームつけてとか、はい、それでも難しい時はですね、じゃん、こんな道具があります。あるんや。そうなんです、リングを切る機械なんですね。わお、機械じゃないな、道具、道具や、うん、リングを切る、まあ、リングを切る機械、あ、ちょちょ言い直した意味はリングを切る道具なんですね、はいはい、はい、でこれはどう使うかと言いますと、ここにですね指輪を挟み込んで、はい、ここでグッと押さえつけて、これでくるくる回し切るという、はい、では実際に切ってみたいと思います。え、いいんですか。いいんです。これも古い枠でございまして、はいはい、それ用に準備しましたので、はい、ここにこう挟んで、はい、あ、そういうことか、ここに段差がついてるので、ここでストップするんですね、はい、ここでグッと押さえながら下に置いて、これでよいしょ、こここここ肩、ちょっと待ってくださいよ、うい、うわ、すごい音、痛くないですか。痛くないです。あ、もう切れましたね。おで、これで抜いたら、ここ切れてるの分かります。はいはい、で、ここ、こういうふうにペンチでですね挟みまして、はい、大丈夫ですか、ちょっと広げますよと言いつつ、はい、ここでグッと、グッと、おー、はい、プラチナなので、柔らかいんですね、うん、金やともっと硬いので、ね、こんなに簡単じゃないんですけれども、こういう形で切れます。あとはじゃあこの後どうしたらいいかということで、サイズをもう一回ちょ測らせていただいて、はい、で職人さんのところに出して、またここをロウ付け、火を使ってですね、輪っかにできますので、ですね、またお越しいただきましたらこの道具でですね、ドクター小山がさせていただきますので。ドクターになっちゃった。ドクターなと思った。これはだからどんなに指輪が抜けないと言っても、はい、あの機械のあそこの先っちょぐらいは入るっていうことですよね。あ、でもきつくして、やっぱきつく、うん、それがきつい人もいたな、いたけど、でもそれでも抜けないよりはいいから、ちょっと切ってくださいって、もう我慢しますので、あれこれ、うん、もうパンパンの方います、ね、本当に食い込んでるでっていう人いますかね。えちょっと真剣な回になってしまいましたけど本当や小ネタを、小ネタ、はい、またまあこういう小ネタはいっぱいあると思いますので、探していきたいと思います、ね、はい、はい、ぜひお願いします。面白さがなかったんで、今から知恵子が裸踊りをで、じゃあちょっと書くから書いてくれる持ってきて言って、まあ置いといて、まあ、そんな感じでございます、はい、はい、ということでこの動画が面白かったという方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いしますはい、ダイヤモンド小山のハッピーフォーエバーチャンネル小ネタ集バイバーイ拍手しちゃったLa la.